未だに体調回復ならず？教会の現状と回復具合を考察。皆さんこんにちは。宮司のコーランです。今回は、教会の現状と回復具合について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。御味戦の終盤で、ハーケンと死闘を繰り広げ、瀕死の重傷を負った教会。終戦後から論功行賞に至るまで、未だに元気な姿を見せていないのが気がかり。一体、彼女は、今、どのような状態なのでしょうか？教会の体調と回復具合について、可能性を考察してみました。今後の展開はこうなってほしい。これが気になった。などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、ぜひ、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。1、本件戦で渋滞。教会がどのようなダメージを負ったのか、まず整理しておきましょう。教会は、主海平原での戦いにおいて、かなりの無理をしています。ドゥーンが狙った隊員を阻止すべく、長時間身分を使い、極度に疲労していました。その日の天幕の中での教会は、かなり辛そうでしたね。そして、極めつけが、最後の本件との一騎打ち。限界まで身分を使い、命を投げ出すほどに深いところまで潜って戦いました。6戦の砲撃はひび割れ、教会の命がどんどん削れて、幾様が、描写から見て取れます。ここで、限界まで無理をしながらも力及ばず、ホーケンから大きなダメージを受けます。ピラルこそしていませんが、ホーケンの暴力で、何度も、頭から、地面に叩きつけられています。おそらく、頭蓋骨にひびが入るほどの重傷に至っていると思われます。また、足首を掴まれた際に、鈍い音がしており、足の骨折や靭帯損傷もありえそうです。刀傷こそありませんが、受けたダメージは、それこそ、ほぼ致命傷だったと言えそうです。2、剣術で命を捧げる。そんな重傷を負った教会ですが、息も、大々の状態で、さらに、無理をします。ハーケンとの戦いの後、生き絶えてしまった理心を蘇らせるために、自分の命を犠牲にした私有の剣術を使います。通常では、寿命の半分を消費する剣術で、教会は、すべての命を捧げて、理心を生き返らせ、自身は、先に死亡していた少佐と巨大の助けで、踏みとどまって一命を取り留めました。一命は、取り留めたものの、本来であれば、すべての寿命と引き換えに発動させた術です。死者の力を借りたとはいえ、取り戻せた寿命は半分未満なのは確実です。その一端として、現世に戻る前の巨匠との会話で、術が弱まったことなどが告げられましたね。正直、身分の使用制限くらいで収まるかとも思っていたのですが、最近の描写を見るに、想像以上に、教会への影響は、深刻なのではないかと思えてきました。3、自身の館でも寝たまま。その深刻さを物語っているのが、終戦後から、現在までの教会の様子です。戦後、ギョルでの駐屯地期から、関与への帰還に至るまで、約半年間もの期間があったのにもかかわらず、未だに元気な姿を見せていません。理心の館に地震隊を招いた時にも、ずっと布団で寝たまま、食事をしてましたね。食欲はしっかりとあるようですが、半年経過しても、布団に入りっぱなし。というのは、さすがに、ただの大怪我で済まされるレベルではないでしょう。また、もともとクールで、物静かな性格の教会ですが、終戦後はいつもにも増して、元気がありません。どこか、儚げな印象が漂い、正気がないというか、危うい雰囲気を漂わせています。半年以上の休養期間があったのにもかかわらず、元気になっていないというのは、今後の教会の活動に大きな影響を及ぼすのではないでしょうか。4、論功行賞への参加もなし。ちなみに、重要なポイントとして注目したいのが、論功行賞のシーンです。論功行賞には、一定の身分がないと、列席は許されないようで、5000人体の若手3階からは、区長とその側近のみの参加となっていました。ですので、千人称と確定している伝友が不参加で、エンさんと祖父に、バニョンの姿が確認できます。そんな中で、地震隊の副長であり、3000人称でもある教会の姿が確認できません。学科隊も、もう一人の副長である陸戦が、その姿を見せていませんでしたが、これは、単なる描写漏れだと思われます。しかし、ヒロインであり、理心の嫁候補でかつ、自身も大将軍を目指す教会が、
維新の将軍昇格発表で何の反応も示さないというのは、論功行賞の場に参加していないという以外にないでしょう。やはり半年後の論功行賞のタイミングでもまだ伏せていると見ていいのでは。ほっ、先頭に多大な支障が。ここまでの描写を鑑みて現状の教会の状況を考察してみましょう。教会は戦闘で跡が残るような大きな傷こそ負っていませんが、骨や靭帯を損傷した可能性が高く、それが長引いているのかもしれません。また生命力の枯渇によって立つことすらままならない状態という可能性もありえますね。とはいえ、もし死なないまでも再起不能という状態なのであれば、教会も潔くそのことを理心に告げ、自身体を勇退するという決断を下すはず。また今回の部分も大きなものであり、3000人称から5000人称への昇格もありえます。このことを鑑みて、最前線で積極的に戦う猛将タイプの武将から、王政や原因のように戦術指揮に重きを置く後衛タイプの武将に変化するかもですね。ハウケンも死んだ今、身分の強さが飛び抜けてバランスブレイカーになっており、教会の武力については何らかの制限がつくものと予想されます。どう変化するとしても、少しでも長く理心のそばに居続けて幸せになってもらいたいというのがファンの心理ですよね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になったなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、軍師のコーランでした。またね。